かちゃん、藤子、マージャントリビア、イエーイ。緊張してます？ちょっとね、ちょっと今までいきますね。はい、やりましょう。はい、この番組はどんな番組でしょうか？はい、この番組は元マージャン博物館館長、はい、梶本拓則さんにマージャンのトリビアを教えてもらう番組です。なるほど。はい、はい、では本日のお題はこちらです。じゃーん。なんでチーは神茶だけしかできないの？確かにポンはね全員からできるけど、ね、はい、チーは神茶からしかできない、はい、というのはまあ人からもらえるっていうシステムは割と麻雀成立初期からあったルールだと思うんですけど、はい、まあ理屈で言ったら、はい、ポンって3枚セットって4枚中3枚を作るのってまあなかなか簡単ではないそうですね。ので、はい、誰からでもできるようにしましょうよと、はい、逆に春通の場合は、まあ、カンちゃんペンちゃんだと4枚はあるわけじゃないですか、はい、ポンの場合は残り2枚のうちそうです ね, ね1枚だけど残り4枚のうちだったらまあまあ作りやすいんじゃないのっていうことで、はい、この捨て牌の順番の自分の、はい、神ちゃんの引いた人だけにしましょうよと、はい、簡単にできちゃうからちょっと、はい、あのそれだとハイパーいい人とか勝ちになるのはつまんないから、うん、はい、あの少しハードルを上げようよっていうことでできたルールなんじゃないかなと思います。まあそれだけかなっていう気もするんですけどね。これ下茶から地位とかできてたんじゃないですか、当初は、ね、成立当初は多分誰からでもできたというか、はい、なんかの動画で何でしたっけ、トンナンシャーペーでトンの方が偉い、はいはい、でまあ基本的に左の席にいる人ってその流れで言う自分よりかは位の低い席の人っていう意味で、うんうんうん、あの自分の位より下からの人からだったらもらえるんだよみたいなこうジャイアン的な感じちょっとふと思った。うーん、まあそうではなそういうのもあるかもしれないですけどね。まあよく捨て牌って川っていうじゃないですか。そうですね、言いますね。あれ川が、まあ、上流から下流に流れてるっていう、はい、だからあの自分の左側の人は上茶っていうじゃないですか、はい、で下の側は下茶っていうじゃないですか、はい、要は上から下に川が流れてるっていうイメージがあるんですよ、はい、で、頭跳ねってなんで頭跳ねっていうかっていうと、はい、まあ、要は上茶優先じゃないですか、はい、捨て牌を、論牌を切った人が、はい、こう川の流れで一番上茶、上にいる人が、はい、まあ、要は川にあのどんぶらこどんぶらこって桃太郎の桃が流れてる、それをキャッチできるのは、はい、上茶の、上、あの上流側にいる人じゃないですか。確かに。だからそのキャッチされたらもう顔流れていかないから、ね、はい、下茶の人は上がれないっていう、それが頭跳ねなんですけど、あ、はい、まあその川の流れに沿って言うと、うん、の上茶から川の上流から来たものを取れるのはすぐそばにいるから、はい、ここはもらえるよみたいな。おお、なるほど、うん、じゃあなんでポンはいいんかみたいな、そういう理屈が理屈に合わないことも出てきちゃうんですけど、まあ地位のっていうものっていうのは多分そういうところにあるんじゃないかなというのは、うん、まあ想像ですけど ね、 ね、はい、まあそんなところです。はい、ということでした。またこれで麻雀雑学が一つ増えましたね、はい、では次回もお楽しみに。バイバイ。番組では麻雀の質問を募集しております。質問を動画コメント欄に書いてください。お願いします。